皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスフライングサッカーの、シャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作り上げるたびに完全に新しいチームが、バッカですね、コロンビアのセンターフォワード、シュートが非常にうまいと、本田圭佑がいますね。で、柴崎、フェライニ。はい、フェライニ引きましたね。フェライニね、いつも、どこで起用するか迷いますね、本当に。このね、ディフェンス能力捨てがたいですね。ブラックカウンターと。まあ、やっぱりね、でもこれ、超越したコンタクト、ジャンプ、ヘディングと、もうワールドクラスですね。はい。センターフォワードで。オーストラリアの選手、バルトラ。コロンビアのセンターバック、コスタリカのアンカー、スイスのサイドバックと。キーパーオーストラリアの選手ですね。で、はい。コンパニー。はい。ベルギーのね、圧倒的なセンターバックですね。原口元気、三浦元太に水野。センターバックが多すぎる。多すぎますね、本当に。いやー、厳しい。うん。はい、コンパニーが入ると、まずね。そして、当然ね、原口元気も入ると。この人どうしようかな。三浦元太使いますかね。水野はセンターバックですか。ちょっとね、能力的に足りないと。この人、ディフェンス能力ね、プレッシングあるんですけど、あまりにも他の数値が悪すぎますね。これは使えないですね。はい、三浦元太を入れんのかな。逆か。逆ですかね、やるなら。いやー、こんなのあるかな。これでいきますか。ホンダな、そうか。まあ、ホンダ攻撃的に使ってみますか。はい、ちょっとね、これで、いや、待てよ。ダブルシャボドでフェライニを強調するっていうのあるかもしれません。で、柴崎コンパニーが真ん中支えてね、原口が右をね、プレッシング担当と。はい。どうなるか。相手はチリ、強いですね。ちょっと強すぎますね。はい。はい、原口からね、いいフィードがホンダに入って、バッカですね。あれ?フェライニどこ行った?フェライニが、サイドに流れてる。はい、フェライニね、もうサイドを捨てて、中央でずっと張っててほしいですね。いや。はい、ホンダの、アリクロスと。はい、ヘディング競り勝ってますね。ホンダね、キックがいいから今みたいな、相当ね、強引なこともできますね。はい、またフェライニのヘディングと、はい、強烈ですね。強烈すぎるヘディングが。これ柴崎がね、奪って、前にね、パス出す形ぐらいになればいいんですけど、はい、フェライニのロングシュートと、フェライニはキックも一応持ってますね。キープ力もあると、パスも出せると、はい。はい、ホンダがショートカウンターですね。はい、ビダルから、いやー、強い。そうだ、ここがあるんだ。はい、ビダル、ガリーメデルのところね、強力ですね。これは、頼む、ミラゲンタ頼む。はい、これ奪えば、はい、クリアと。いやー、苦しい。これは苦しい。はい、ちょっと組み立てで相当苦労しちゃってますね、これ。はい、アレクス・サンチェスから原口がボール奪いましたんで、ここね、バッカーが開いてるんで、クロス、ラストパスでフェラインシュートと。はい、ウィング設定してないですけどね、ダブルシャドウが開いて、ウィング代わりのことをやっているような。はい、ここ狙います。フェライニが落とすと。で、バッカボール、フェライニ頼む。いや。はい、フェライニ大柄なだけあってね、素早いプレスはできないでしょうね。三浦元太が当たって、コンパニーがカットすると。もう一回コンパニー、ブロック入ってくれ。はい、ありがとう。いや、それは危ない。それはダメ。危ない。はい、奪いました。はい、原口が奪いましたね。ここね、チリ、スリーセンターバックということはサイドにスペースがあるはず。これもクロスでいいでしょう。はい、フェライニの強力なヘディング。はい、またね、フェライニのヘディングですね。もうヘディングで散々打ってますね。ちょっとフォーメーション変えたいけど、どうしようかな。変わるかな。三浦元太を外すぐらいですか、やるとしたらね。いやー、そんなことできんのかな。プレッシングラインはあまり下げたくないと。
コンパニーに任せるかも。いや、怖いですね。怖いな。怖いですね、本当に。ホンダを下ろしてくるか。まあこれならね、全然バランスは崩れてないですね。はい、これでちょっといってみます。ここ硬そうですね。柴崎、ホンダ、原口元気と。はい、で攻撃だいぶね片手落ちになりますけども、フェライニが全部やってもらうという話にします。ダメな場合はまたね中盤の枚数を減らして前に出すしかないですね、ホンダを。まあ、あるいは原口を前に出すっていうね、でもありますけど、原口にやっぱり、ホンダよりプレッシングが相当いいんで、ですね。はい、ロングシュートですが、これは無理ですね。頼む。はい。はい、フェラインの落としからバッカと。いやー、強い。早い。原口。ここ無理だな、ここ。いや、ガリメデルがついちゃってる。いやー、ひどい。今、前に放り込むべきでしたね。ちょっとやっぱりね、ペラーニも動き出しあるタイプじゃないんで、こんなね、放り込み不安ですね。はい、入んないですね、ちょっと。バッカも動き出しないんでね。はい、これ引いてくれれば。ロングシュートと。強烈ですけど、枠には飛ばないと。いやー、頼む。はい、ホンダの、で、フェライニと。はい、もう原口にね、行ってもらうしかないですね。はい、原口、ありがとう。いや、ひどい。ちょっと待って、コンパニー。はい、また原口ですね。これはもう、フェライニー、お、何？はい、コンパニーのかわして、あ、ダメだ。頼む。一点が欲しい。いやー、届かない。頼む。頼む。いや、これ無理か。届かないか。あ、届いた。よし。最後。はい、というわけで0対0です。残念ながらちょっとね、フェラインに最初ヘディング、5回ぐらい打ったんですけどね、全部キーパーに阻まれましてね、やっぱりね、クロスの精度が、精度じゃないですね、戦術としてクロスのね的中率がだいぶ悪いですね。はい、まあでもね、フェラインにかけたんでそこはしょうがないですけど、今回ね、フォーメーションセントファードフェラインを中心にして、本田圭佑とバッカをシャドーストライカー、ダブルシャドーと、でね、柴崎、原口元気でもう一人置いてね、でここにあれですね、コンパニー置いて、センターバックに三浦玄太と。三浦玄太ね、途中外れましたけど、でサイドバック2人ですね。やっぱりね、サイドの攻撃が不足してますね。サイドバックなんで、低めにねポジション取ると、大体この辺がね、メインのスペースになって、たまにね、積極的にオーバーラップして、最終ラインにね加わるぐらいの位置まで取ってくれることもありますが、基本的には戻る動きが多いですね。はい、そこですかね。中央、やっぱりね、チリ、3センターバックですね、中央硬いんで、ダブルシャドウね、フォーメーションの噛み合わせがかなり悪かったですね。はい、真ん中に荷重かけても、しっかり守ってくると。でね、ガリメデルも、あの人もいて、ビダルもいてね、はい、プレッシングもだいぶきつかったと。でこっちもね、まあ比較的止めてた方ですけど、やっぱりね、ボールセンターミッドフィルターにフィルターライン引いたんですけど、その手前でね、ちょっとつながれるみたいな形を作られた時にうまく守れてなかったような気が、あ、手前じゃない、裏か、裏もですね、はい、センターバックで配置した時にその裏で作られてましたね。はい、こっちね、コンパニーでしたっけ、はい、いるとはいえね、全部プレッシング可能なわけじゃないですから、センターバック飛び出すポジションもあると、あ、そういうシチュエーションも出てくるという時にですね、やっぱりセンターバックだとプレス行くまで、ボールホルダーにアタックするまでの距離が長いので、そこで余裕が生まれてね、かわされてしまうということで、あまりね、プレッシングとしてはセンターバック適切ではなかったですね。はい、
最初から上に上げた方が良かったかもしれませんね。それぐらいですか。まあ、やっぱりね、攻撃の不発がちょっと大きいような気がしますね。こっちまであまり攻め、じんじんまで攻め込まれることなかったかもしれないですけど、ダッキングサードで効果的なね、作りをできなかったですよね、きっと。はい。サイド、まあ、原口、やっぱりね、原口と、後半ね、フォーメーション変えてから原口と、柴崎ですが、このね、まあ、特に原口のドリブル、プレッシングから切り替えてドリブルがね、だいぶ、機能しましたね。ここはやっぱりセンターミッドフィルダーの右の原口球というのは非常に効果的だと思いますね。ここね、前方にスペースあってドリブルできるポジション、なおかつプレスが必要で、カウンターの起点にもなるということでね、はい、原口の適正ポジションに近いかもしれませんね。はい。原口元気ね、まあ、非常に、非凡な才能を持ったウィンガーですけど、なんといってもね、そのディフェンス能力がね、最大の魅力ですね。はい。攻撃だけ見ればね、まあ、乾とかね、もちろん中島翔也もいますけど、そのね、ディフェンスに関しては、貢献度に関して言えば非常に大きいと。まあ、それがね、果たして、サッカーの勝利範囲にどれほど結びついているのかをね、統計的に、確率的にね、はい、わからないですけど、まあ感覚としてはね、もう、中島翔也よりも、勝敗をね、分けてるんじゃないかぐらいの、聞き方しますね。ディフェンスって非常に大事ですからね、まあ、はい。というわけで、後半ね、やっぱり、フライに一人にワンシャドウにしたときに、攻撃ね、完全に不足しましたね。こっちツートップなんでね、はい、ウィング配置ないんで。このサイドバック二人ですね、やっぱりネックは。はい、これね、上に、ウィングアーチできてれば全然ね、状況違いましたね。完全にペライニにボール供給して、サイドからも、何かが起こるというね、そういう、ゲームプランで戦えたと思うんですけどね。今回は真ん中に偏りすぎて、なおかつペライニのヘディングが不発に終わった。シュートもね、外れたということですね。はい。そうですね。やっぱりね、フェライニ、本職ね、ミッドフィルダーなんで、万能、センターフォワードとしてね、万能ではないですね。ターゲットマンとしての機能、非常にありがたいですけど、シュートの局面ですね。今回もありましたけど、キック力非常にありますが、かわしてシュートはね、ないですし、シュート打っても、枠内に飛ぶ精度に関してはね、本職のフォワードに比べたら、やっぱり劣るかなっていうね。まあ、動き出しないのは当然としてね、はい。という感じですかね。はい。というわけで今回はチリ代表に0対0引き分けでしたね。次回はね、1点でも取って、勝利したいと思います。というわけで今回はこれで、失礼します。